はい今回はほとんどマスコミが報道しないマジでやばい。 防衛費増額の財源確保法案について考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。ちょっとですね、まあ内容がまあ難しいんですけど、えー、頑張ってお話していこうと思います。まあ,あ取り上げているところがないこともないんですが、まあほとんどまあスルーしているっていうところでね。で、僕たちのあの国民の生活物価高とかで厳しいわけじゃないですか。でその中でまあ岸田はね防衛費とか言ってますし、この財源のお話なんですが。 まあ、おかしいわけですよ、単純に。で、まあ、そういったものに関して、まあ、いろんなことで、えーまあ、いろんな角度からちょっと考えていこうと思うので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、えー、まあ、マスコミっていうのは何かっていう話なんですが、いろんなあ、まあ、ニュースを取り上げるんですがあ、取り上げるニュースを取り上げないニュースっていうのがあるんですね。で、マスコミは例えばどういったあものを主に取り上げるのか、あるいはですね、どういったあ、まあ、ものをお、まあ、持ってくるのかっていう話で、 あの芸能ネタとか芸能人のネタとかあるいは芸能事務所のスキャンダルとかまあ、芸能人のまあスキャンダルとかそういったものを取り上げるんですよ、意図的に。で実際にそういうことを起こしているっていうのもあるんですがそういうのをですね表側に出すことによって人々、多くの人のですね関心をそこに向けさせるとそういった意味があるんですね、スピン報道とかって言って。で 人々の関心をそこに向けさせるということは、あ目がまあ向かないところがあるということです。だから、言うなれば表と裏ということで、その裏がある可能性があるんですね、すべて裏があるわけではないんですが、ほぼ多く、9割以上の確率裏があると。 で今回は、えー、考えていくこの内容ですね、防衛費増額の財源確保法案というのはこれ裏にあ,あるわけですよ。で、いきなりです、ね、この,あの防衛費増額の財源確保法案っていうのにいか,いかないんで、そのためにこうステップを踏んでいくわけですよ、いろんな意味でね。 で例えば、その一つのステップがです、ね、条憲法9条を改憲するということ、僕は立ー様に何度もお伝えしますが、僕たち日本国民にとって有事であるとか、そういうのはあの絶対反対ですし、緊急事態条項、ね、ね基本的人権がなくなるとか、そういったものは絶対反対なんですよ。そういった意味で、今の日本国憲法に国民が守られている、基本的人権があったり、有事にならない、そういったものなんですが、それをですね例えば自民党が改憲しようとしていると。 全く意味がわわからないわけですよで例えば、ですね、えー、この日本国内において、えー、ここも解釈がちょっと変わってくるんですが、まあ、ほぼほぼもう起きないだろうなと思ってるんですけれども、台湾有事とかって言うじゃないですか、台湾有事と緊迫感とか言うんですけど、こ,これに関して、ですね沖縄の人っていうのは非常にあの、まあ、マイナス感情、フラストレーションを思,思うわけですよ。なぜかというとう 沖縄にですね例えばこんな救助を会見されたりした場合ですね沖縄っていうのがあ、ね、何かの,その有事で真っ先に狙われる可能性があるわけですよ。 沖縄っていうのは過去にもそういった被害にあ、えー、ってますから、当然こういうことってもう二度と沖縄の人としては怒ってほしくないし、絶対にやめてもらいたいんですよ、9条などあの、絶対に改正してほしくない、憲法なんていじってもらいたくない、えー、と思うんですが、そういうことを無視して、えー、このなんていうのかな、あの自民党の改憲案を推し進めると、うんで、で、いろんな意味をまあまあ、持たせるんですよ、まあデタラを言ったりとかね、うん、あの外国、ネズミ国が攻めてくるんじゃないかとか、 全民国なんてのは攻めてこないんですけど、あのねね、国際情勢上、経済的にその厳しいので、そのことを攻めてこないですし、ブリ,ブリックスの側なんで、そんなことを全く相手にもしてないんですが、そういったことを例えばマスコミでそちらを、えーまあ、報道する、あの注目、えー、人々にそういうことを言うと。で、例えばですね、えー、これっていうのも、僕、何回かお伝えして、リスナーさんも関心を持っていただくと思うんですが、 あの宮古島のヘリコプターの件ってあるじゃないですかあれも全然報道しないんですよねちょっと報道したじゃないですかでその後全く報道しないんですよあの機体を引き上げたっていうところまで行ったんですが機体のですね、えー、こう ななんていうのかな状態からして明らかに、えー、普通に落ちたものではない可能性が非常に高い、ねえーまあ、何かしら落とされたんじゃないかっていうことで、まあ、日本の宗主国の関与が考えられますが陸上自衛隊とか、えー、政府関係者とかっていうのは一切このことに触れないんですよ。うん あの触れられない何か理由があるんでしょうね、なんだかわからないですけど、まあ、僕はあの宗主国の関与が考えられると思うんでね、日本の宗主国、米軍とかのその関与が考えられると思うんですが、そのことはわからないし、触れないと。で、えー、マスコミっていうのは何を報じるのかっていう先ほどの、えー、芸能人スキャンダルとかあ、芸能ゴシップとかっていうのを主に、えー、まあ放送するわけですよ、そちらに国民の関心を向か,向かせたいから。そして 日本が有事に行ってはいけないんですよ。 だあのこういった法案というのもその有事に向かう可能性がある法案なんですがこの法案をほとんどマスコミってのは報道しないんですよ、これがマジでえやばい話ですが防衛費増額の財源確保法案っていうねえこういった話なんですよこれ聞いたことある方はいらっしゃると思うんで別にあの僕があのねえ勝手に思ってるとかそういう話じゃなくてえ政府っていうのは2023年、今年ですね今年から5年間で総額43兆円の防衛費を確保する方針って言ってるんですよ。そんなにいらない じゃないですか日本っていうのは和平の国で別にそんなあね防衛費軍事費なんて入れ,入れる必要がないんですよ。で2024 4年度2年度以降の財源の一部をまあ、補うために。 税外収入をを積み立てるる防衛力強化資金の新設を盛り込んでいるとこんなことほとんど言わないじゃないですか。だから、わけわかんないんですよ。国民生活厳しいわけですよ。物価高でね。えー、給料も下がって。で、国民はいろんなことを頭抱えているわけじゃないですか。で、えー、5年間で43兆円の防衛費を、まあ、あ確保すると。その財源どこから持ってくるのかっていったら防衛力資金、えー、防衛力強化資金とかって言ってね。うんで あの。 日本政府は2027年から1兆円強の増税を行うと、だからもう常に増税をして、ですね日本国民からどうにかしてお金を取る、そういったようなことをするんですが、こういったことをマスコミは報じるべきなんですよ、国民が知る必要があるじゃないですか、しかしそういったことは全く、えーまあ、報じないとで、僕もこのね、えー、その難しいんすべてがわからないですが、防衛費増額の財源確保法案って、だから防衛費のために増税するんでしょっていう話なんですよ。 で国民がこういうことを知るとですね国民は何を思うのかというと、えー、防衛費増額をやめろとかね、えー、例えば増税をやめろとか、えー、国民に、えー、その経済的な負担が あの押し付けられるからそれをやめろって言って声を上げられるんですがこういうことを言わないんですよほとんど報道しないからだから何が起こっているかわからずに急にこのね、えー、水面下で防衛費増額の財源確保法案というものが、えーまあ、あるとだからこの今の話した話をちょっと整理すると ここういったととだ思まああの、まあ、ようやくって言うとすみませんうまくお伝えできないんで僕たちっていうのは生活必需品の物価高あるいは給料がもうずっと岸田になってから上がってない、えー、低賃金でね、えー、働いて国民が生活が大変ですそういった中で過ごしてますその中でなぜ防衛費を倍増するんでしょうか意味がわからないわけですよ防衛費倍増あるいは軍事費を増やすとかね で岸田は専守防衛を放棄してるっていう、だから、ね、日本が先に、ね、攻めることができる、そういった敵基地攻撃能力とか、先制攻撃をするっていうことなんですが、そういったことっていうのは、 他国の、まあそのまそ脅威となるわけですよ、うん、だから今っていうのはあこれっていうのもね本当のところってのは難しくてわからないんですが僕もリスナーさんもそうかもしれないんですが毎日、えー、仕事をして精い、えーまあねえー、精一杯過ごすので、えー、まあ、疲れるとそれは疲れるんですよ僕もリスナー様も多くの国民が疲れるんですがそういった国民が疲れて判断力をまあうまく機能しないところにこういったことをするとあとこの自衛隊をですね アメリカのま下にまつけてまいつでもそうやって有事にま行けるんで行けるようなその体制で実質それって憲法違反になるわけですよでそういったようなことをどん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 岸田っていうのはしてるわけですよだから岸田をしてることっていうのは日本国の憲法に違反してるんですねこれ憲法の学者も言ってるんででこういったことを隠してるんでわからないんですがあのこういったことは少しでも国民が一人でも多くの方が分かっていただければと思いまして今回お伝えしてみました防衛費増額の財源か 国民がが全く気がつかないか国民生活のためになるために消費税を廃止しろっていうそれだけですよ、もう別にこんなだって皆さんも僕もいらないじゃないですか、防衛費こんな積んで、軍事費積んでどうするんですかっていう話ですよ、まあ、日本の宗主国の意向なんでしょうけど、でこういうことが少し前から行われており、今、2023年で、ここから先5年、あるいは2024年も、2027年もまあこういうことをまあしようとしている。 るのか、こういったことについて国民が知った方がいいと思いますので、えー、分かる限りお伝えさせていただきました。何かのお役に立っていただければと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今回はこれで終わりです。失礼いたします。